ケープコーストはガーナにある都市。2010年時点の人口は約17万人。ガーナ南部、首都アクラから西265キロメートル、中央州の州都である。ギニア湾に面する港湾都市として、古くからヨーロッパとの交易で栄え、世界遺産であるケープコースト城がある。1962年に創立されたケープコースト大学があり、学園都市の面を持つ。 中心部ケープコーストは奴隷や金の交易の拠点として1653年にスウェーデンによって建設された。当時の建物はケープコースト城として世界遺産になっている。城塞は1663年にデンマークにより占領され1年後の1664年にイングランドが入城した。ケープコーストは 黄金海岸交易の拠点として整備され、以後200年以上にわたってこの地方のイギリスの拠点であり続けた。1821年に海岸部の英領の取を統合して英領ゴールドコーストが成立すると、ケープコーストはその首都となり、総督が置かれた。アシャンティ王国の施設や商人がたびたび来訪し、地方の中心として繁栄したが、首都が1877年に、 アクラに移されると成長は鈍化した。それでも植民地時代を通じてケープコーストは重要都市であり続け、1926年にゴールドコースト立法審議会の一部の議員を現地の人々から選挙で決めるようになった際、3議席をアクラ、セコンディ、ケープコーストの3都市に割り当てた。発行年順、ありがとうございます。